どうも、ラブミールーです、今のあなたの運気を知ろう、今回は2択です、どっちがいいカードか、どちらのカードを選んだ方が強運かを占っていきたいなと思います。さあ、どちらのカードを選びますか。こちらでしょうか、それともこちらでしょうか。決まりましたでしょうか。ではまずこちら、ソードのナイトのカードが出ました。このカードを選んだ方は今すごく波が来ている感じです。イケイケでいけるという感じですね。そうですね、なんか最近まで調子悪かった人たちもこれから勝負して勝っていける暗示が出てます。この先勝利していけていい時期を過ごせるのではないでしょうか。さあ、こちらのカード、こちらはワンドのセブンのカードですかね。まあそんなに悪くないですね。まあちょっと自分が上の位置にいますけども、下からこういろいろまあ出てきて、まあ妨害されているような状態が出てるんですかね。なんかうまくちょっと噛み合ってない状態だったりとか、少ししんどい状態があるかもしれません。もっとスムーズに物事が進めばいいのにっていうのがあるのかもしれないですね。まあそんなこんなこちらのカード選んだ方は、じゃあもう一度こちら2枚のカードをどちらかを引いてみてください。さあ、どちらのカードにしますか。こちらですか、こちら。じゃあこっちからいきますか。あ、まあまあ人間関係とかで、まあ、物事うまくいかなかったり邪魔が入るなっていう感じがしていても、自分を信じていけば結局周りがね見ていてくれて、うまくやっていけるよと言っています。自分自身を信じれば成功できるでしょうと、周りの騒がしい人たちも気にならなくなると暗示が出ているので安心してください。さあ、こちら、なんとペンタクルスの5のカードですね。まあ、こちらのカードはちょっとなんかあれですね、ひもじい感じになっちゃってますよね。寂しさを感じていたりとか、まあボロボロの状態で逃げていると。だからもしかしたら人間関係とかでちょっと悩んで、ちょっと苦しい状況になって、悲しい状態になってしまっているのかもしれないですね。でもほら、まあまあそういう人もいますよ、そういう時も。だからもう一回引いてみましょうよね。これ2枚、こちら、今度は大丈夫じゃないですか。さあ、どちらのカードを選びますか。今度こっちにしてみましょうか。ああ、いいじゃないですか。祝福をね、あげています。まあもしなんか敵対してた人がいたりとか、いてもその人と和解できたりとか、もしくはあなたを助けてくれる存在が出てきたりとか、他のことで、楽しいことが起きて気持ちが満たされて、もう過去のことどうでもいいやってなれる状態が出ています。なので安心してください。こちらのカードを選んだ方、わあ、こっちはちょっとまあね、夜になると悲しくなるみたいな、まあ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 悲しいですよね。なんでもう一枚引いてみます。こちらのカードの方ね、こっちはこれをとこちら2枚です。さあ、どちらを選びますか。こちら、マジシャンのカードが出ました。まあなんかこう、まあ、人間関係をね、まあ下から出てくるやつらとか、いろいろライバルがいろいろいたりとかして、疲れたなとなってて、最悪まあちょっと
悲しい思いで逃げ出したくなって夜になると泣きたくなったりとかしてたけども、まあ、そんな経験が全て、プラスされて、これからスタートしていけると、その経験が全て自分の力になるなっていう状況になるみたいですよ。なんでこの経験があってよかったんじゃないかなっていう結局のところ一番幸せなんじゃないですか。でこちらのカード、こっちのカードもね、まあ、人間関係揉めたり寂しくなったり夜になると悲しくなったけども、まあ結局楽しく飲める日があったりとか、喜びを分かち合える仲間ができて幸せな状態になると、まあその悲しかった辛さとかが、なんていうんですかね、魚になって、飲みの時に盛り上がる話題になってネタになってよかったねみたいな感じになるみたいですよ。なんで結局みんな幸せになれるからいいんじゃないでしょうか。さあ最後に、こちら、私が風水の本を出しました部屋の隅には神様がいる、ラブミールの5分で簡単引き寄せ風水という本を出してます。Amazon とかで、買ってみてください。部屋の隅に隙間を作るとお金が舞い込んでくるとか、2018年の運勢とか、いろいろ5分で簡単にできる風水テクニックとかも載ってるので、ぜひ読んでみてください。それじゃあまた。